はい、皆さんこんにちは、ピカです。ファークライプライマルやっていくよ。はーい、何作ってたんだあいつ。で、このサイラの小屋とかアップグレードねしていけばいいんですよね。で、ですね、なんだっけ、これじゃねえな、これか、クラフトで、スキルね、習得済みは習得してるんですけども、解除済みはまだ習得してないんですね。で、スキルポイントがね、前回4だったのが、これ覚えたのか違うか。これか。これだ。マップメニューに表示されるエリアが200フィート拡大する。新たなアクティビティやミッションが、明かされる。というスキルを覚えたんですね。で、1ポイント使って3になったと。うん。で、解除済みというやつをスキルポイント使って覚えていくみたいですね。そしたらね、まあこういうの覚えていった方がいいな。植物とか石とかね、うん、覚えていこう。習得2になったね、スキルポイント残り。これも覚えよう。うん、あと1ポイントはこれ。いいな、走りながら肉食べる、これやっとかないと。よし、これで、うん、こういう風に徐々に強くしていくんですね。で、あと洞窟のスキルね、小屋と洞窟、これなんだ、これがサラの小屋か、サイラの小屋か。で、洞窟はジャンプ、洞窟はこれか、タカールの洞窟アップグレード。これ素材がね揃っていますね。で、これアップグレードしましょう。喜んでるのか狂ってるのかよくわかりませんけども、はい、承諾1500。おお、1500もらって、スキルが1上がった、もらったぞ。1500もらって、あーはーはは、このスキルアップがレベルアップなってるってことか。なんか腕力とか体力とか上がっていくんじゃなくて、こういうので強くなっていくのか。うん、よし。そしてこれでスキルの村はこれで確認できるんですね、何がいるか。うん、で、パックはポケットみたいなもんですね。で、クラフトもね、これね、
レベル1。弓のアップグレードは、サウスストーンとかいうやつと、サウスロックの粉とかいうやつがいるんですね。これできそうだぞ、クラフト。現状、矢を8本持ち運べるのを、矢を16本まで持てるようになるんですな。これやっとこう。ドールの皮3つ使うけど、やっときます。ねえ、これ、矢がね、おっと、今度は、羽が、に、に、二枚か。二枚っていうのか、二本っていうのか、二ついるんですね。うん。で、やれるもんはやっときましょうね、これ。餌とか肉ね、持てる数増えます。はい、これね、どんどんやっときましょう。これはいい。爆弾が使えるようになったんですか？スティング爆弾は恐れる蜂でいっぱいの袋。おうおうおう。敵に投げつけて逃げろ。うん。蜂に敵をやらせるってことですね。うん。槍使えるようになるんだな。よし、槍も作ろう。オッケー。これでこれが槍か。槍はどういう風に使うんだろうかね。まあ、ユーミクラフト。16本まで持てる。よし。これで、どんどんね、資材を集めながら。で、マップで、何をしようかな。なんだこれ。これ特にね、経験値とかもらえないし、ただ鹿の皮とか肉が入るだけか。そしたらば、なんか目的を持たないとな。こんなんばっかやっててもね。これ、なんか前回ここか、明らかにならなかったよね。なんか、木一生懸命入り口燃やしてたけど、燃えなかったんだよな。これちょっとわかんないな。うん、これやってみようかな。その前に誰かと話す。こいつか。こいつと話して、ちょっとストーリーを進めよう。ねえ、護衛呼んどかないとね。あれ？あ、ここまだ村だからか。おい。おい、話そうぜ。よしよし、強い力を感じる。ウィンジャーに良い土地だ。だが、何かが足りない。聖なる小屋だ。肉体と魂を癒すための。聖なる小屋を作れってことですね。金彩の小屋を作成する目的地。目的地にして。こんなってんのか。で、どこ？オッケーオッケー。できそうだ。はい、作る。
ハハ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 ハ。ティンサイの小屋。祈祷師ティンサイのミッション。ビーストマスター、ビーストマスタースキル。1500の経験値。住人が増えたぞ。で、次は。これ話せばいいの？ビーストマスターホワイトウルフを手なずけ、ウィンジャーに、力を証明したな。苦労は大切にしろ。ビーストマスター空高く飛び、危険を察知してくれるぞ。あ、左上にサイラと話せって書いてある。あのマークが、クエスト進行の、あ、クエストじゃない、ストーリー進行のマークか。これからももっとウィンジャーが来る。お前のもとに集まってくるサイラ。彼らの目当てはタカールよ。ビーストマスターに会いに来る。あなたが来る前は一人で洞窟に隠れていた。今は仲間と一緒に外を歩ける。今日はウダムの死体を見つけた。耳をもらったわ。コンボもね、あげるわ。お前耳もらったの？明日ウダムが来そうで心配。ウダムって誰だ？そうなったら奴らの武器を使って倒してビーストマスター。分かった。ウルフに食わせるわ。リワードスタッシュを開く。リワードスタッシュ、リワードスタッシュ には余った資材やアイテムが保管される。マップでこのアイコンを探そう。リワードスタッシュには村、ダッシュした拠点、かがり火、キャンプファイヤーからアクセスできる。拠点のダッシュ、人口増加で自動的にアイテムが保管される。採取者サイラは彼女の小屋を作成後、アップグレード2のレアアイテムを含め毎日新しいアイテムを追加していく。こまめに確認して必要なアイテムを回収しろ。どういうことだ。採取者サイラは彼女の小屋を作成した後、アップグレード2のレアアイテムを含め毎日新しいアイテムを追加していく。ここにか？ここにか。スタッシュにこれ今8入ってるよってことか。よし。で、またサイラと話せ。
近接戦闘。コンボは素早い一振りで複数のターゲットを攻撃できる。槍は大きなモーションで強力な一撃を真正面の敵に繰り出す。投げるとさらに効果的。R2 を長押し後に離すと強攻撃、強攻撃。R2 を長押しで離したら強攻撃。敵をスタン状態にして高いダメージを与える。火がついた武器の場合は目の前にかざす。はい。ウィンジャーの狩り人が近くでウダムを見たわ。奴らは襲いに来たの。でもウィンジャーの準備はできている。あいつがウダムか。ウルよ。お前やれよお前。ゴリラじゃねえかこいつ。弱騎士のウィンジャー、ここから出ていけ。嫌なら死ぬ。皆殺しだ。負けちゃった。ウダムがあんなに。こちらも頭数はあるわ。タカールとその獣たちも一緒。犬しかおらんけどな、フクロウと。ウダムの攻撃。敵は何色？おお、来た来た来た。お、来た来た。あの、僕のペット。正面の門に攻撃を受けている。おお、お前、やれ、まずこいつやれ、まずこいつやれ。まあコンボ取るのは取っとかないと投げちまったからね。取ってうえ、そうそう、あビーストで攻撃はこいつ。おいおい、やれ、やってこい。はいか。やべ。ちょ、肉。オッケーオッケー。もうすげえ強いな、攻撃力。おいおい、こっち来い。こっち来い。あいつやばい。肉やる。来い。いや、後ろから来た。やれ、食え。五輪銃。はい、回復して肉やる。ほら、難しいな、これ仲間か。うわ、これ仲間か。どこだ、あいつか。やれ、やってこい。あれ、お前仲間か。ごめん、やっちまった。ごめん。
一緒なように見えるかな。もうどこ、どこ、蜂の毒、蛇の傷、ウタムの土地の外で発生する腐敗炎を受けると毒に侵される可能性がある。一部のウダムは毒爆弾を投げる。毒は体力を奪うがやがて消える。またこの世界のどこかには解毒剤レシピがある。毒受けちゃった。どこに敵いるか分かんねえな。サイラと合流しろ。ウダムはまだ近くにいる。行って高ある奴らを追うのよ。難しいねこれ。ちょっと待って、あの袋を読んで偵察しよう。ウダムのキャンプに行け。袋遠すぎる。そしたらこれもっと近づけばいいのか。ここら辺でいいかな。もうちょいか。400m か。あと何かいるぞ。何？うつね、人間か？血痕がある。
どうした、うーん、違う、あれか、あの鳥か、え、ちょっと待て、やれ、もうこんなとこにもいるのか、やめて、はい、ごはん、ダムナシマーカン、ああ、なんとかやれたけど、どうし、クマいっぱいいるぞ、ヘッドショット、届いてねえのか、やばいやばい、回復しないと、ああ、来んな、おい、こっち来い、オッケー、どこがオッケーなんだよ、いや、クマいっぱいいる、あいつか、やってこい、横にいるぞ、これなんかいるぞ、オオカミ、お前仲間やるの嫌だろう、でもやって、俺がやられる、
なんかガルガル言ってるんだよな。箱か。あれか。なんだあれ。よし行くぞ。どこ？この下、この下か。上だな。ステルス、十字キー下で一瞬投げると敵の注意をそらしたり音を立てたりできる。丸でしゃがむと静かに移動でき発見されにくくなる。発見された場合草木に隠れると敵の視界から姿を消せる。石無限か。どこに投げるとかはできるの。この上か。え？どこにいるんだ？袋で。1、2、2人か。よーし、わかった。ここに登ろう。ここ安全そうだ。なんで見っかってんの。よくやろう。ほら、どこやってこい。亡き者に出せ。全然活躍してねえけど。
いきなり見っかってるし。これでまだいるの？映んねえんだよな。あ、ここに、まあいいや、あいつ後ろ向いてるね。なんで映んねえんだ。え？いや、探索モードにしてんだけど、あ、ここにいるぞ。探索モードにしてんだけどな。これで何をすればいいの？ウダムのポーンツリーをすべて破壊し、敵をすべて倒せ。ポーンツリーちゃこれか。矢に火をつける。箱にもう一個。行け。これで燃えるよね。燃えねえのか。どうやって破壊するんだ。これで火つく？ああ、こういう風にか。オッケーオッケー。おい、お前燃えてる、お前こっち来い。こっち来い、こっち来い。燃えてる。いやな、お前。お前、火、とりあえず火消せ、お前。よし、あいつは後ろから行けるか。どっち向くんだあいつ。行って。仲間と戦ってるな。やれ。俺はこっちをやる。あ、お前火消えた？肉食って。ツリーはあった。よし、あ、出てきたぞ。どこ？やってこい。あ、もういいや。
ないよ。壊したよ。え、また？これ壊れてねえのか。オッケー。残っているウダムの戦士を倒せ。もういないでしょ。どっかにいんの？あれか。やってこい。ああ、ほうじゃねえ、ほうじゃねえ、ほう、ほうはいらねえ。お前は。あ、これ仲間か。ちょっと待てよお前、仲間だったかもしんねえ。あー、かっこ悪い。ウダムは、ウルを殺した。ウダマリ、ウダムは死んだ。だがウルはまだ生きている。やつは北へ戻ったのね。こんなに多くのウィジャが死んだ。だが多くのウダムも死んだ。耳ちょぎってろお前。ウィンジャは強い。ウルの耳が必要よ。奴はウィンジャーが全滅するまで止まらないわ。これ一応18禁ですよ。俺に任せるんだ。ウィンジャーのために。ウィンジャーがスーリンラッシーはコアブーハマチーライコアマス。行方不明のウィンジャー、マップメニューを開く。特別なスキルを持つウィンジャーは印のついた地域で最後に目撃されている。オロスを検索、操作し、捜索し、優れたスキルを持つウィンジャーを新しい村に連れ帰れ。黄色の印ついてんのか。この人、カリュード・ジェイマ。カリュード・ジェイマを村まで連れて行け。彼女はハンター・ビジョンの強化方法やビースト・マスター・ハントの詳細を教えてくれる。難しそうですね。よし。食料&体力スピードブーストレシピをアンロックした。十字キー左を押して食料メニューから確認できる。肉と植物を集めて食料レシピを作れる。サイラに協力し続ければ体力を回復させ、一時的にアビリティをブーストする新しいレシピが解除される。難しい。ウィンジャー、
次も少しずつ勢力を拡大していきましょう。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。